対乗りたいと思ってた車種。かっこいい。おもちゃをナンバー取得して乗っちゃってるっていう感じ。こんにちは、根尾正富です。今回はこのマットモーターサイクル DRK01250、 こちらをレビューします。このマットモーターサイクル DRK01 はイングランドの会社のバイクです。もともとカスタム車両を作っていた会社だったんですけども、オリジナルバイクも作るようになった。この DRK01 には 125cc もありますが、これは 250cc。 125cc は693,000円、 250cc は849,200円。エンジンは 249cc 水冷4ストローク DOHC 単気筒。フロントサスペンションは倒立フォーク、フロントブレーキは対向4ポットラジアルマウントキャリパー、リアサスペンションはタンク別体式プリロードアジャスター付き、リアブレーキは片押し2ポット、車両重量は166キロ、シート高は795ミリです。今回はこのおしゃれなバイクをあえて箱根の峠道で走らせてみようというところです。シートは結構硬いんですよね。表皮も硬いし、中のスポンジウレタンも硬めですね。後ろも硬いですね。シート幅は前側が18センチくらいですね。後ろが26センチくらいか。後ろはこんなです。ではまたがってみましょう。ほっ、おお。シート高がある程度あります。私でやや膝が曲がる。足を乗せるとこんな感じです。おお、リアブレーキ硬っ。これがマットモーターサイクルか。乗車姿勢に窮屈さは今のところ感じませんかね。250だけど結構でかい車体です。ではスイッチオン。おお、メーターがちっちゃい。短気筒、水冷だけどちょっと空冷みたいな音がしますね。うわ、レスポンスめっちゃいい。ハイビーム、ロービーム、トリガーでパッシング、右左、プッシュキャンセル、ホーンで、キルスイッチ、スターター、ハザードがないですね。超シンプル。で、メーターは周りがタコメーターですね。レッドゾーンは1万回転から始まってるけど、1万6000回転まで刻んであるけど。でちょっと今ここが中が曇っちゃってますけど、スピードメーターと下がトリップメーター、右側に燃料メーターがあります。で左側がギアインジケーターですね。ではまず駐車場の中走ってみましょう。うわ、フロント重て、ハンドルが重た、まあ、タイヤがタイヤだからね、ファットタイヤみたいなのがついてる。うわ、こりゃ癖があるな。うわ、なんだこのタイヤの慣性力がものすごく強いぞ。乗りづらいってことはないです。乗りづらいってことはないけど、フロントタイヤ、フロントホイールがすんげえ重いんだろうなっていう動きをしますね。なんとなくね、動こうとします、ハンドル曲げます、で 1,2,3 テンポぐらい置いてやっと曲がっていくっていう感じです。イメージ的にね、さっと曲がれない。この状態から左にすぐ行こうとするとなんかなかなか行けない。一回こう反対に振るとうまく曲がれる。このバイクに慣れたらさ、他のバイクめちゃくちゃ乗りづらく感じると思う。いや面白いな。では外に出てみましょう。うわ、癖強。ほっ、よっしゃった。
バー聞こえねって感じですか。あ、これね、私体型が合ってない。後で説明します。膝がめっちゃ当たる。うわー、ステップに振動がすごい。6速。うわこんなバイク乗ったの初めてだな。これから1時間かけて言語化していくので、ちょっと待ってください。私が乗ったことのないバイクすぎて顔が笑っちゃう。こんなバイクあるんだ。まずね、振動がものすごいです。エンジンの振動、どの回転数でもステップにガタ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 っていう短気筒の振動がずっと来てます。これ近所走っただけで足しびれるわ。手にも回転数問わずずっと短気筒のガタガタっていうのが来てます。ハンドルに来る振動は邪魔ではないかな、気になるけど邪魔ではない。ステップに来る振動が強烈すぎる。エンジンの中に足突っ込んでるみたい。それくらい、イメージ的にそんな感じ。あれ、エンジンブレーキ弱いな。スリッパークラッチャーかな。おお、コーナリングの動きも独特だ。ブロックタイヤですからね。かなりローギアードだぞこれ。ほっ、おっとっと、曲がろうと思って曲がれなくて、でもっと曲がろうとすると余計に曲がっちゃう。はい、ではかまぼこ。あー、フロントはややガッタンっていう感じですね。リアはガッタンっていう感じです。サスペンションは固めかな、カッチカチではないけど固めです。あー、笑っちまうこのバイク。ほっ、ニュートラル入りやすい。なんか日本車みたいなスイッチだね。何かの日本車のパーツ流用してるじゃないこれ。ヤマハとかこんな感じだよね多分。癖すごい。でも超かっこいい。今日私がバイカーズパラダイス南箱根に来て絶対乗りたいと思ってた車種、かっこいい。このマットモーターサイクルっていうメーカーはカスタムバイク、カスタムビルダーの会社だったんですよ。けど自分たちでバイク作りたいっつって、もう車種として新しいものを作っちゃったっていう。このテールランプすげー、かっこいい。ブロックタイヤ、ブロックタイヤだからまあ、車体の動きっていうのは独特なんだけど、もうボリューム感たっぷりですね。幅もでかいし高さもあるし、あとねこのホイールが激重なんだわきっと。デザインはすごくかっこいいんだけど超重い。フロントのディスクでかっ。このよくわかんないメーカーのキャリパー聞きどんなだろうな。こんなキャリパー初めて見た。あ、でもラジアルマウントだ。ラジアルマウントっていうのはこういう風にキャリパーがついてるってことですね。安めの車種だと横からついてるね。キャリパーをこう止めてるんじゃなくてこう止めてる。こう止めた方が剛性がいいからコントロール性が良くなるっていうブレーキなんだけど、でもこのマットモーターサイクルを、この車種を作った人は多分これ性能じゃなくてかっこいいからこれにしてると思います。見た目全振り超かっこいい。あ、タンク、私の体格が合ってないっていうの。ここに膝がこう私当たります。私より体格が小さい人が乗るバイクですね。
なので路面のガタガタで体がガクンガクンってなると、ここに膝がガクンガクンって当たります。なのでなるべく後ろ側に座りますね。すげえ回る短気筒だな。おそらくブロックタイヤにしたのもかっこいいからだと思います。オフロード走りたいからとかじゃなくて、かっこいいからブロックタイヤにしてると思う。ほっ、ちょっと一旦距離置きますか。じゃあ行きましょう。フルスロットル行きます。一足からやろうか。せーの。すげー回るね。でも250にしてはそこそこ加速するね。あ、そう、大柄な車体なんだけど、重量が166キロしかないです。9000数百回転で26馬力、うん、やっぱりギアが結構低速寄りなので、もうどん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 ギア変えていく感じなんだけど、うん、結構上が回るんだよね。いやー、ステップの振動すげえな。これおそらく狙ってやってますね。短気筒だったら振動がすごい方が面白いじゃんっつって、おそらくあの振動対策みたいのしてないんだと思います。ちょっと距離開けましょう。いやー面白いな、このバイク。でほら、アフターパーツ品みたいな、このクラッチレバーとブレーキレバー、こうやって変えるやつ。ファンがね結構すぐ回るんですよ。水冷ですね、うん、水冷。どうも、うん、アイドリングはちょっと音大きめかなって感じがしますけど、まあ、250cc 並みですね。うるさすぎず静かすぎずっていう感じです。おお、ほっこのほって曲げる感じです。おーとととと、と動きが独特だぞ。このね、初動がなかなか曲がらないんですよ。で、あ、曲がらねえと思ってもっと曲げようとする入力をかけた瞬間に、その初動で曲がり始めた動きと重なっちゃう。なのでものすごく曲がってしまいます。じゃあブレーキテストやってみましょう。せーの。後でもっと強めにかけます。少し雨がパラついてますね。ほっ、わ、ちょっとこのバイク片手離すの怖いな。もう5速なんだけど。うん、おお。この倒れ込みが数テンポ遅れるっていうのが慣れないな。やや扱いづらく感じてしまう。いや、ややじゃねえな、扱いづらい。まあ、タイヤがタイヤなので、こういうオンロードの峠道を早めのペースで走るっていう車ではないんだと思いますけどね。それを無理やりオンロードの峠道で走らせてる。うん、あのペースゆっくりめにします。動きが独特すぎて、おそらく1時間で慣れることができない。はい、じゃあブレーキテストフル中のフルで前後かけます。せーの。うん、ブロックタイヤにしては止まるんじゃないかな。やっぱ軽いおかげかな。
謎のメーカーのキャリパーがついてたから心配だったんですけど、あの思いのほか扱いやすいフロントブレーキ、ブレーキの作動はそこそこいいです、悪くないで、引き代がね狭いですね、あ雨がパラパラ、握れば握っただけ引くんだけど、上限が早めに来ますね。リアブレーキは踏んでる感覚とリンクしてないですね。自分が踏んでる感覚より強めに効いちゃう。なので普段日本車乗ってる感覚でリアブレーキ踏むとですぐロックしちゃう。今音聞こえました？せーの、ほらリアブレーキだけかけたんですけど、このどこから滑るかっていうのが全く分かりません。なんか突然滑り始める。で踏み代がすごく浅い、小さい、狭い、なので扱いづらいリアブレーキ、あんまりコーナリング中踏みたくないですね。ブレーキレバー、ブレーキペダルにちょんって触れる程度で姿勢制御するっていう感じです。フロントは結構いいな。はい、湯河原パークウェイ終わり。カメラ大丈夫？通り雨パラッと降っちゃった。音取れる？前提ポン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 言ってるけど前提で下り坂ずっとポン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 言ってるずっとポンポン言うバイクって初めてだな。下りで前提だとたまにポン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 とか言うバイクはたまにありますけど、私のNC750X もたまにポンポンってなるけど、こんなにポン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 ってなり続けるバイク初めて。ってこれ5速か。いやーローギアードだね。6速ミッションです。ほっ、後ろ車いない？自分の姿、あれ似合ってるは似合ってるんだよね。やっぱそこそこ大きい車体だから、椿ライン上り3速こんなに回る短気筒、もう常に5000回転以上使ってますね。今5速、この速度感で5速ですよ。気温かっけえほっ、なんかあんまり速くないんだけどバイク乗ってるっていう感じがする音。はい、3速でヘアピン立ち上がります。ほっほっ、なんか変な音する。エンジンからカランカランカランっていう、ほら音取れてるかな。ほらこれ何の音なんだろう。マッドモーターサイクル何がって感じですか。どう評価したらいいんだこのバイクは。今年のモーターサイクルショーで会場でこれまたがることができたんですよ。かっけえバイクだなと思って、でそしたらこんな箱根で走らせることができるとは思わなかった。エンジンがガラガラ言ってる。ちょっと止まろうかな。全然走ってて違和感はないんだけど、一応確認のため、これでも私2級自動車整備士なんでね、ちょっと止まって様子を見たいんだけど、
止まりましょう。わかった、チェーンが緩すぎる。じゃあエンジンに問題がないから大丈夫だねということで行きましょう。いつも途中の駐車場まで2速3速で行くんだけど、今5速で走ってるからね。じゃあいつも通り2速で立ち上がるか。加速ってないです。むしろちょっと物足りない、物足りないんだけどちょっとですね。ギアがすごく低速より、今4速なんですけど、ギアが低速よりなので高速相当厳しいですね。 250cc だから高速道路乗れるんだけど、後で高速コーナーでちょっと速度早めで走るんで、その時6速に上げてみましょう。あ、ちょっと動き慣れてきたな。リーンアウトで曲がればいいのか、こうやって曲がっていけばいい。ああそうだね、うん、オフ車とかモタードみたいな乗り方すると、うん、いいのかな。ロードスポーツみたいにこう体を内側に入れるとすごく扱いづらく感じる。はい、段差のでかいダダダダで安定性、うん、ガッタンガッタンって感じるね。これは車体が軽いから仕方ないけど、あんまり不安な感じはしませんでしたね。サスペンションが思いのほかいい仕事してるな。やや固め、フロントもリアもやや固め。リアがもうちょっと柔らかかったら、この加速する時の加速感をお尻で感じられるんだけどね。グッてトラクションかかってるのをサスペンションの沈み込みで感じることができるんだけど、サスペンション固めですね。じゃあ駐車場寄りましょう。では U ターンしてみますか。一速だと思うと二速なんだよな。ほっ、フルロックからの U ターン、あーしやすい、すごくしやすいです。うん、ハンドル切れ角もそこそこあるしね。うん、波って感じ。では暗いところでメーターのイルミを見ましょう。わ、ちょっと眩しいね。ヘッドライト超明るい。真っ暗な夜になったらわからないけど、なんか明るいヘッドライトだね。こんな、この向こうのちょっと暗いところ照らしてもわかるぐらいなんじゃない？映像で撮れるかな？向こうの明るいところが照らせるくらい明るいライト。こんな昼間なんだけどね。ほら。いやー、ファン回りまくるね。すげえ音。ふい。マッドモーターサイクル。私の出会ったことのないタイプの
バイクでしたね。見た目超かっこいい。こんなです。やっぱ短気筒だからこの前閉状態からで、この最初が反応が悪いけど、こうある程度回ったところからならこんな感じです。発熱がすごいわこのエンジン。走ってて暑いっていう感じは全くないですね。今が20度前後ぐらいは結構もわもわくる。うわ、ここに冷却水通ってるんですけど、このホースめちゃくちゃ熱い。てかすごいレイアウトだねこれ。冷却水のホースのそばをエキゾーストパイプが通ってる。でその液パイのところにこう遮熱板がないね。大丈夫なのかなこれ。ホース緩んでねえよな、緩んでない、緩んでないんだけど、チェーンがゆるゆる。戻ったら一応報告しておきましょう。ほっ、ではいつもであればここから高めのギアで走るんですけど、2、3、4、5速で、まあ、さっきも5速で走ってましたけどね。せっかくなので6速ミッションです。もう6速でいいんじゃねえの今6速4000回転、6速で4000回転で走れなくもないけど、なんか短気筒なのに高回転型だな。低回転で走れなくはないんですけどね。こう今6速に上げましたけど、4000回転からフルスロットル、加速できない。4000、5000、なんかね低回転で走っても気持ちよさを感じられない短気筒 DRK01 250。短気筒なんだけど今4速に下げました。この5000回転以上を使った方がねパワーも出るし振動も激しいし楽しい楽しいんだけど、道を楽しんでるっていうよりこのバイクを楽しんでるっていう感じ。なんとなく意識が道に行くんじゃなくてバイクに行っちゃう。褒め言葉として捉えづらいんですけど、完成度が低いです。その完成度の低さが楽しい。近所のおっちゃんたちが作ったバイクに乗ってるみたいな感じ。未熟だから楽しいっていうの、もうこの何様だっていう感じですけど、こういろんなバイク乗ってきて完成度の高いバイクいっぱい乗ってきましたけど、完成度が低いからこそ面白い。悪口言ってるみたいだなほっ。でも多分乗ったらその意味が分かると思います。おもちゃをナンバー取得して乗っちゃってるっていう感じ。はい、ではこのバイクは立てますか。せーの、ほっ。あ、立てる立てるけどステップがやや前の方についてるんで直立気味になって前後方向でちょっと安定感がないっていう感じですね。でも
立ちづらくはないかな。うん、でもこれでよいしょ、オフロード行くとか行ったらどうなるんだろうな。ステップがゴムのやつとかじゃなくて、もうペグと表現した方が正しいような金属のものがついてるんですけども、これで林道とか行ったらどうなるのかな。やっぱリンアウトですね、このバイクは。このバイクは皆さんが一般的に買われてるようなバイクで、このバイクは荒削りのバイクですねっていうレビューが出るような車種、もうそのレベルの荒削りじゃないです。すごく荒削り。うん、どうだろうな、逆バンクコーナー、うん、不安なく曲がっていけます。内側に入りやすいっていう感じはしなかったね。うん、シートがやや幅広で平べったい硬いやつなんで、コーナリング時にこうリンアウトで曲がるのは楽しいんだけど、そのシートのせいで腰がね、そのずっとベタってついたままなんですよ。もっとこう、もうちょい丸いシートだともっと楽しそうなのになとかね、なんかいろんな改良点をこんな素人の私でも思い浮かんでしまうくらいの荒削りさです。近所のおっちゃんたちが作ったバイク、欲しいかって聞かれたら、かなり用途が限られますね。こういう風に山に来て楽しく走りたい、こういうワインディングで走りたいとかじゃなくて、でツーリングに行くにしても、このステップの振動が激しいし、あとギアが超ローギアードだしっていう感じで、長距離にも使いたくはないかな。近所をとにかくカッコつけて走りたいと。日本だとそんな感じの乗り方になるバイクなのかな。見た目すこぶれかっこいいですからね。見た目全振り、なんかこうキャリパーにブレンボーがついてて、そのブレンボーがラジャルマウントだからかっこいいとか、そういうかっこよさじゃなくて、いろんなところがかっこいい。ちょっと止まりましょう。段差はね、結構ガクガクンってなるんですよね。ガタガタンとはなるけど、なんか内臓がボンって跳ねる感じのサスペンションではないです。だからさっきみたいな椿ラインっていう、こう登ってきた道椿ラインっていうんですけど、椿ラインあんまり道が良くないんですけど、うん、難なく走ることはできました。でもこういう段差とかでガッタンってなるんですよ。じゃあ6速です。あー、これ絶対高速きついわ。うおー、やっぱブロックタイヤだからスピード早めで走るとそのブロックの歪みが感じられて怖いですね。本当にこのバイク高速走行向きじゃないわ。タイヤの面でもギアの面でもエンジンの面でも。うわー、風強い。風はやっぱりこういうスタイルのバイクなんでモール浴びます。自分の体が風に当たるのが抵抗になって速度が出しづらいっていう感覚はやや感じますね。前衛投影面積がでかくなっちゃってるから空気抵抗大きくなって加速に影響が出る。どうも
発進はねしやすいです。全然癖がない、短気筒なんだけど滑らかにダラーって回転が上がってくれるんで発進とてもしやすいです。いやー面白かったなこのバイク。もう一回借りてみたいなっていうバイクでは残念ながらないけど、うん、あのなんか気分転換でこのバイカーズパラダイス南箱根来て何乗ればいいか分かんねえな、変わったバイク乗りてえなと思ったらこのマッドモーターサイクルいいんじゃないでしょうか。近所のおっちゃんが作ったバイクを日本の公道で走らせました。